大体ペース的にはどんな感じで？パーソナルが週1回、まあ、大体週1 の、 その月4パーソナルは週1、はい。でもそれジム自分で勝手に行くのは本当に勝手にその24時間空いてるようなジムに行くのは本当なんか合間縫ってっていう感じなんです。ああじゃあもうちょこちょこ、あ時間ちょっと時間あるなって言ったり、スニーカー持ってる時とかまあライブもしたりとか、ねまあ、その時に筋トレしたりもしてトータルすると週3、はい、まあ主にやっぱ後ろのラインを綺麗にしたいっていうそうですね。あとそのくびれを作りたいんですけど、うんはいはい、お腹を細くするのってもう限界があるなと思ったので、うん、肩、背中とお尻を鍛えて大きくして、はい、砂時計目指そうみたいな感じでやってます。あいいですね、こう顔を増やしてそうそうですなんか後ろの方を鍛えるようになってから、うん、そのライブの衣装とかだと結構背中がもう出てるものが多いので、うんはい、そのライブの感想を来てくれたお客様から聞いたときに、背中褒められることがちょっと最近増えてきました。あやっぱ後ろ、じゃあやっぱそう後ろへのやっぱこだわりも、はい、やっててよかった。やっててよかった。そうだ、まあ一応ああいう機会がありまして、下から引き上げる。下から引き上げる。ラットではなく。あ、そうなんですか。怖い。ちょっとわかんないですよね。え？は、そっか。は、あれ？60きましたね。リアルなやつ言っていいですか？その大幅とかじゃなくて80。あ、そっか、靴脱ぐんだ。靴履いてみてもいいですし、本当ですか？脱げばいいですけど。入ってくる。はい。嫌だ。何回かやったら違うんで。あ、本当ですか。結構質が。怖っ。怖い。真上ですね。真上に引き上げる。うわ。お。どんどん上がってますね。75.5。 あーダメだな、それはダメだなそれはダメだな。えぇ、何度か多分ね、結構コツがある。コツ使えばもっといけますかね。ダメ、全然80。
いつの日か。あと 4.5。 うわ、これトレーナーさんに相談しよう。背筋力を、背中力、後ろ力をつけるには、はい、ターザンさんの背面力計測参加させていただきました。めちゃくちゃ嬉しくて、もう今日に向けていっぱいトレーニングしたりとかしてきたんですよ。で、今朝もジムに行って、そのままここに来て計測したんですけど、目標80って言っといて、あれ本当は85って言いたかったけど、ハードル上げないようにしようと思って80って言ったら、まさかのその80も超えられませんでした。めちゃくちゃ悔しいです。 75.5 ってことで、あと 4.5 まず足りなかったので、でも本当の目標で言うとあと 9.5 足りなかったので、もっと素敵な、ボディを目指して、そして背面力をつけれるように、これからもトレーニング頑張っていきたいと思います。ぜひ一緒に健康な体を目指しましょう。ありがとうございました。これ多分背中だけ見たらアイドルとは思えないかもしれない。うわ、もうこれ待ち受けにしたい。